はい、こんにちは、豆と申します。今回はですね、仏念世界終わったんですけど、このおまけっていうのを一応、見ときたいな、ということで、ちょっとやっていきたいと思います。おまけ!はい。お、なんだなんだ?ちょっとなんか、物悲しい曲が流れてるんだけど。誰もいないね。あの人たちは、何だったのかな?大人の人に聞いたんだけどね。昨日はこの場所で夜市なんてやってなかったんだってさ。へえ、不思議なことですな。へえ、後日談みたいな感じですな、なんか。ここから先はゲームの雰囲気をぶち壊すおまけ部屋に繋がっているよ。お面商人の正体やキャラ設定とかが見られるらしい。そういうのが嫌な人は行かない方がいいよ。すぐに引き返すことだな。ゲームクリアお疲れさん。お!見たいということで、行ってきます。おまけ部屋では全ての設定がリセットされています。本編で選んでいたグラフィック設定を選んでください。本編ではデフォルトグラフィックだったけど、アレンジグラフィック見てみようかな。ということで、アレンジグラフィックでおまけを見ていきたいと思います。ほい。アレンジグラフィックにして、こっちに行ったらいいのかな?よしよしよし、オッケー。じゃあ、アレンジグラフィックでの、これ怖そうだな、映画。行きます。ポチッとな。怖っ!お面商人、人に捨てられたものを拾い集めている。その中で人間に強い念を持つ道具を売る。まあ、人のような格好だけど、人ではなく、もったいないお化けのような存在。もったいないお化けのような存在。お面商人の中には、人を恨んでいる者もいる。道具の幸せを願い、大事にしてくれそうな人、もしくは道具が選んだ人のみ、商品を売っている。なんか、いい奴らなんですね。怖いな。人間じゃないから、目の位置なんて適当だよ。しっかり見えています。暇だったから、売り物を用意していないのに、お店を開いていました。なんだと、売り物がないのにお店を開いていただと。狐面。人を一人、人形を変えることなど、朝飯前ですよ。怖い、ちょっと。人間じゃないので、食事は取りませんがね。このお地蔵さんは?本編のお地蔵さん、何回も調べると。マジで?後でやってみよう。人形リン。人形売りの商人は人間を人形に変えることができる。いやー、やめて。わー、キラキラして。鏡の世界。開発当初は鏡の中と現実世界を行き来して進んでいくイメージだったけど、往復は面倒なので、鏡の中だけで往復はなしになりましたと。手鏡の化身。自分を捨てた人間を恨み、復讐しようと考えていた。鏡の中に人を誘い込むため、リンに嘘をついた。嘘とも知らずに鏡の中に入ってきたリンを利用しようとしたが、心に迷いもあったようだ。はあ、はあ。あら、かわいい。私を捨てた人間への復讐?ん?復讐なんかどうでも、良くなっちゃった。リンちゃんみたいな子が増えれば世の中も変わるよ。怖い怖い。この赤い着物、手鏡と同じ柄なんよ。気に入ってるの。あ、それで着物はね、違うんだ。開発当初はリンちゃんが赤い着物だったんだけど、日本人形と同じになるから、誰とも同じにならない黒になったのよ。黒の方が少しだけ大人っぽく見えるよね。確かにね、たらいを持ったリンちゃん。大おけリン。あまりの重さに途中で落としてしまうほどの大おけ。こんな大きさのおけを落とされたら痛いよ、死んじゃうよ。確かにな。あー、綺麗。白魔獣さん。手鏡の化身が用意した化け物の一匹。おこれ。あ、うん。凶暴な白魔獣さん。暗い場所が好きみたいだけど、トイレの中に入るのはね、収穫が鈍すぎて匂いはわからない。いや、あまりにも臭いっしょ。オーケー。怒った時もね。怒りの白魔獣さん。オーケーをぶつけようとした時、ことにすごく怒っている。
じゃ、泣け。すごいなんか、間抜けな顔になってる。涙目白魔女さん、いきなり中央系を頭にぶつけられたから、涙目になっても仕方ないね。かわいそう。浮世絵幽霊、手鏡の化身が用意した化け物の一匹。なあなあ、気になってたんやけど、歩き神って、なんなん？確かにそれ気になってた。歩き神、怖い。また消えてしもた。結局、歩き神のこと、わからんかったな。すごい、気になるじゃん、おい。びっくりり、化け物、退治の時も冷静だったけど、人形の頭が落ちてきた時は大声を出して驚いてしまった。確かに、怖いよ。今回もどっかに影さん隠れてたりする？まあいいや。人形の世界。ホラー演出が一部多い不気味な人形たちがプレイヤーを迎えます。マップの視点が変わるのは 3D っぽく遠くに行くほど、キャラが小さくなったりシステムを変えようとしていたから、偽 3D システムは実力不足はできませんでした。今はあれで満足しています。いやー、もうすごかったです。おぉ、怖い怖い人形、これで見たら怖いな。あやかし夜市でリンちゃんを見た時からこの子にしようって決めていたの。途中で手鏡の化身に騙されて連れて行かれた時は慌てて追いかけたわ。めっちゃ怖いんだけど、こっちのデフォルトにしてなくてよかった、本編の時。私は人海様に作られた特別な人形なの。人形にしたい子を選んで、人海館に集めるのが仕事。強引な手段で人形にしてもよかったけど、リンちゃんに嫌われたくなかったからね。嫌われてもいいから人形にして。え？ずっと一緒にいたかったな。やだよ。なりたくないの。巨大人形、人海様候補に選ばれていた人間、無理やり人海様用の人形にされて暴れるようになった。初対面の時はリンに襲いかかってきたけど、後ろにいた人形の方を狙っていた。その後、頭を穴に蹴り落とされたりして、リンに対しても敵意を抱くようになった。人形頭一段階目。人形は脆くて壊れやすいから大事にしてね。人形頭二段階目。ゴロゴロ、ゴロゴロ、ゴロゴロリーン。これ、足を噛まれる時ですね。三段階目。この顔が一番怖いなーと書いてる時に考えました。めっちゃ怖かった。何回も行き来したら、噛まれちゃった。人形頭最終。よく見ると可愛いかも。人形頭が暴れ回る人海館。人海様の寿命と重なり、もう未来はない。そう、かわいそうに。あ、花札の世界だね。花札の世界。マップを書いていて一番楽しかった世界です。ホラー要素は控えめ。ゲームオーバーもなし。難易度は一番高いけど。いや、もう本当に、結局最後見ちゃったもんね。花札をよく知らない人も楽しんでもらえたなら嬉しいです。もうね、世界観がね、もうすっごい素敵でしたね。はい。ウグイスイベント1回で分かった？はい。すごい動体視力です。なんとか1回でクリアできましたな。メジロ。花札の2月の札には、ウグイスかメジロか様々な説があるようです。どっちが正しいか、そんなの作った人しか分からないようです。はいはい。キュルルーン。あ、飛んでっちゃった。最後なのにどうして逃げる？本当は花札には、下月にネタの札がありますが、このゲームは削除してしまいました。いちごの絵柄も変えてしまっていますと。ほうほうほう。なので、種の役はこのゲームでは、ネタじゃない！種だ！ごめんなさい。ゲームでは存在しません。なぜ削除したのか。理由の一つは、花札一覧、今出てるやつの、短冊の位置を揃えるため。はは。もう一つの理由は、役の重複処理でイベント作りが複雑になるのでやめました。すごいなんか、これ作るのほんと大変そうだな。いやー、ほんと、お疲れ様でした。ありがとうございました。赤単の文字。赤よろし、みよしの2種類があります。昔の金文字なので、現代だと、あのよろしだと誤解している人がいます。
ちょっとね、花札、ちっちゃい頃、おじいちゃんに教えてもらってゲームしてたんですけども、全然覚えてないな。うん。10月の鹿、そっぽを向いて無視する鹿。鹿とという言葉は、この鹿が由来みたいです。え、本当に？マジですか？花札のイノシシの背中はふさふさしてて気持ちよさそうですよ。カエルちゃん。花札の絵にはいろんな意味が込められているようです。カエルと小野道風の話が一番好きです。へー、なんかそういうの気になるな。この異様な空間は私には居心地が悪い。落ち着きません。本編とは別物という扱いで雰囲気から変えているようです。このおまけ部屋のどこかに黒い影が隠れているようです。彼はこの先どうなるのでしょうかね。やっぱり黒い影いるんだ。今回も頑張って見つけていきましょう。僕の目が見えない理由？兄ちゃんが聞いてこなかったから本編では言わなかったけど、怖いな聞くの。凛ちゃんがボロボロにしたとか、うまいや。凛ちゃんが僕をあちこち置きっぱなしにしたり、乱暴に扱っていたからなんだ。まだ小さい頃だったからしょうがないよ。僕はそれを恨んだりしてないよ。それだけ大事にもされていたし、気にしないでね。凛ちゃんが僕をあちこちに置いていったことで、良かったこともあったんだ。お父さんが花札をやっている場所に置かれていたりしたから、僕は花札に詳しくなった。へえ、結果的に凛ちゃんを助けることができてよかったよ。そうなんだ。目が取れかかっている。あ、これつけてくれたんだ。ボロボロだったけど、綺麗に直してもらいました。目が見えるようになったら、こんな感じになります。立ち絵制作当初に作った没イラストなので、デフォルトイラストしかないです。あ、マジで？じゃあ、ちょっとデフォルトに変えてくるか。だってお母さんたちもちょっと見てから変えてくる。溺れているり、喜んでいるようにも見える、ドット絵。浅い場所なので溺れてしまったので。かなりの金槌です。ははは。はい。昔の人は物を大事にしたんよ。今の日本は豊かになったけど、物を大事にする気持ちは忘れちゃダメなんよ。それがこのゲームのテーマ。何でも捨ててしまうのは良くないんよ。でもな、ゴミはちゃんと捨てよう。最後まで遊んでくれてありがとな。いや、楽しかった、本当に。お父ちゃん、さっきからこないな感じなんよ。え？どういうこと？お父ちゃんなんか怖いな。なんでリンが主人公なんだ？わしも主人公になりたい。立ち絵なんか2種類しかないんだぞ。このゲームの主人公には、鏡の世界に誘われて何の疑いもなく行ってしまう純粋な子じゃないとゲームが進行しません。そうですな。じゃあちょっと変えてこよう。変えてくるついでに影さんも探していこう。まめね、影さん探すの本当に苦手なんだよね。前回の資源の蝶の時も、全然影さんがわからなかったんだよ。デフォルト。これで、ゆきじくんが見れるんじゃないのか？ワクワクワクてか。影さんマジでどこだ？ちょっと今、影さんを探しております。もうみんな見つけちゃった？端っこの方にいるのかな？このフロアにいるのかな、やっぱり。このフロアにいると考えていいかな。あ、いた、ここに。あ、見つかっちゃった。僕は過去のゲームのキャラなんだ。リクエストが多かったので、今回ゲスト出演が決まりました。応援してくれてありがとう。今回は味方側で登場したけど、次は敵になっているかもね。あんまり小さい子をいじめる趣味はないのだ。凛ちゃんには優しくするよ。さあ、もうお別れだね。また会えるといいね。化け物には影がないって。夜市で子供が言っていたんだけど、僕は影だから化け物に含まないと思うんだ。凛ちゃんのお母さん美人だね、うへへへへ。まあ、今回は難なくと見つかってよかったな、影さん。お母ちゃんと話しているとき、普通にわかんじゃん。全然気づかなかった。では、ゆきちゃんを見ていきたいと思います。うおー！イケメンゆきじ。目が見えるようになったらこんな感じになりますと。ということで、
かっこいい雪軸も見れたところで、影さんも見つかったところで、おまけ部屋は終わりたい。ちょっとまた、本編の、地蔵さんをちょっと調べたいと思います。加藤！はい、やってきました。お地蔵さんのところに何回も調べるとって書いてあったので、やっていきたいと思います。おじさんを、おじさんが佇んでいる。いやいや、おじさんが佇んでたらちょっと不審者だよね、危ない。じゃあ、何回も調べていきます、おじさんを。リンは呪われてしまった。待って、何があったの？ちょっと待って、やばい、呪われてしまったようで、どうしよう。このまま進んでいけるの？扉になったら何も売れないよ。一生扉のまま頑張ってね。ああ、なんだ、これ、邪魔だ。わあ、こんなところに扉を置いたのは誰？邪魔だな。ちょっと、おい。この化け物め、お前だよ、化け物。ちょっと待って、お母ちゃん助けて。りんちゃんは何してはるんかしら。ああ、全く無視されてる。どうしよう。なんだこの扉、いきなり現れたら。ちょっと、助けてよ。お、売り物発見。うちで売ってあげよう。バッドエンド、バッドエンドゼロ。売れない商品。パイラ、リン。はい。あ、よかった。元に戻った。もう一回じゃあ、お地蔵さんに話しかけます。びっくりした。ちょっと、選択肢が急に出てくるから、連打は危ないな。お地蔵さん、いたずらしてみる？いいえ。ああ。お地蔵さん、いたずらしようよ。まあいいや。ということで、おまけ、仏念世界おまけ、終わりたいと思います。バッドエンドゼロとかあるの。あ、ちなみに、まあいいか。秘密の、パスワード、カルタってあったけど、あれはどこで使うんだろう？まあ、わかんない。ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後まで本当見てくださってありがとうございます。じゃあ、また次回の実況でお会いいたしましょう。では、バイチー。